こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では最近ですね、僕がユニクロで買った面白いアイテムをですね、実際に持ってきたので皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。まあ、早速なんですけど、こちらにあるアイテムなんですね。皆さんこの状態でわかりますでしょうか。まあ、ちょっとですね、色が白なのでなかなかわかりづらいんですが、こちらパーカーなんですね。ちょっと商品名が長いんですけども、ウルトラストレッチドライスウェットプルパーカーというものなんですね。これがですね、ちょっとお店で見かけてなんか良さそうだなと思って試着をしたら大ヒットだったわけですね。まあ、ユニクロにはですね、これ以外にもパーカーっていくつか取り扱いがあるんですね。まあ、こちらの画像のような通常のパーカーであったりだとか、あとこちらの動画の中でもよくご紹介しているのはユニクロ U のプルオーバータイプのパーカーですね。それはそれで僕は大好きでよく着てるんですが、その他にですね、今回発見したのがこちらのパーカーなわけなんですけども、これはですね、ちょっと触ってみないとなかなか風合いがわからないかなと思うんですが、かなり衝撃的で、今まで皆さんが経験したことがあるパーカーとは全くの別物かなと思います。今実際に触っているわけなんですが、感覚としてはですね、もちもちしてるんですよね。すごく柔らかくて、そして軽量なんですね。まあ、パーカーって結構物によってはずっしりと重量感があるものもあったりするんですが、これはですね、かなり軽量です。そして名前にもある通り、めちゃくちゃストレッチが効いてるんですよね。なんか僕の中でのイメージではちょっとですね、ウェットスーツのような質感なのかなというふうな感じがしています。まあ、ちょっと今までにはないような手触りなんですけども、僕自身は実はこういった質感のパーカーというのは今までにもですね、経験したことがあるんですね。というのも、ここ数年はですね、このようなちょっともちっとした質感のパーカーというのが割とですね、様々なお店で取り扱いがされるようになってきたんですね。僕が一番最初にこういった質感のパーカーに出会ったのは、今からおそらくですね、3、4年ぐらい前だったと思うんですが、セレクトショップのエディフィスのオリジナルでこういう質感のパーカーが出たんですね。それを見て僕は一目惚れをしてしまって、その年のスタイリングの時にはですね、結構お客様にご提案させていただいたんですね。そこからですね、エディフィスの中でもそのプルオーバータイプのパーカーというのはもう定番アイテムになっていまして、もちろん今年もリリースされていますし、今では様々なセレクトショップで似たような質感のパーカーが増えたなと思ってるんですね。そしたら今回ユニクロでもですね、似たようなパーカーが発売されたわけですね。これはさすがだなと思いました。もちろんですね、僕は毎シーズンエディフィスのパーカーを実際に手に取って触ってみてるわけなので、その違いというのは確かにあるんですが、まあ、エディフィスのパーカーですとかセレクトショップのオリジナルのパーカーってだいたいやっぱり1万2、3000円ぐらいしてしまうんですが、こちらはですね、なんと3000円前後で購入ができるんですね。その価格帯でこの品質であれば十分ですね、満足できるかなというレベルだったので、今回実際に買って皆さんにお勧めはできればなというふうに思っています。このパーカーの特徴とかはですね、実際にこの後着た時にですね、お話をしたいなと思うんですが、一つだけここでお伝えしておきたいのが、このパーカーの取り扱いのしやすさなんですね。こちらは名前にもある通りドライ機能というものがついてるんですね。まあ、これってあるあるなんですけども、パーカーって洗濯するとですね、結構このフードの部分がなかなか乾かないんですね。胴体はだいたい乾いてるのに、このフードの部分が割と生地が厚めだったりしますので、なかなか乾かないんですが、こちらドライ機能がついていますので、割とですね、すぐに乾きやすいというところも取り扱いがしやすいのかなというふうに思っています。そんなユニクロが今回ですね、リリースした次世代のパーカーをですね、この後実際に着ながら、どのような見た目の特徴があるのかですとか、どのようにコーディネートの中に落とし込めばいいのか、そのあたりについて解説をしたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。これはですね、なかなか実際に着てみていい感じだなと思って、個人的にはだいぶ気に入っています。まあ、今回購入したこちらのパーカーなんですが、サイズ感に関しては少しゆとりがある感じかなと思っています。通常のご自身のサイズを選んでいただいても少しゆとりが出るかなと思うんですが、僕はですね、パーカーとかを1枚で着るときには少し今っぽくですね、大胆にゆとりを出したいなと思ったので、あえてワンサイズ上げて購入をしました。少しですね、ゆとりがあって、かといってですね、も
ものすごいビッグシルエットという形ではないので、非常に使いやすいサイズ感なのかなと思っています。ですのでこちらの動画を見ていただいている皆さんは通常サイズで着ていただくのもいいかなと思いますし、トレンド感というところを意識したいのであればワンサイズ上げてみるのも良いのかなというふうに思っています。そしてデザインに関してなんですけども、通常のパーカーと比べるとだいぶ簡略化されているのが分かっていただけるかなと思います。通常のプルオーバータイプのパーカーってここにですね紐が垂れていることが多いんですが、それもないんですね。そしてポケットなんですけども、通常はカンガルーポケットと呼ばれるような外付けのポケットがこちらについていることが多いんですけども、それも省略されていまして、脇にですねシンプルなポケットがあるぐらいで、デザイン的にはですねかなりスッキリめのものになっているんですね。そこが僕たち大人世代でも使いやすいポイントなのかなというふうに思っています。でとにかく軽くてですね動きやすいんですね。まあどちらかというと通常のパーカーに比べると、こちらはスポーツシーンなんかをですねイメージしながら作られているところもあるので、そういった機能的にもですねすごく優れたパーカーに仕上がっているのかなと思っています。これはですね長い時間着ていてもストレスもないかなと思いますし、ちょっとですね今までにないような質感なので、ひょっとしたらですね着心地がいいと思う方もいれば戸惑う方もいるかなと思います。それぐらい普通のパーカーとはですね全く違う着心地なので、ぜひ皆さんにも体験していただきたいなというふうに思っています。でこちらのパーカーなんですけども、カラー展開いくつかあるんですけども、僕はその中でもおすすめなのはブラックですとかホワイトのようなはっきりとした色合いなのかなというふうに思っています。こちらのパーカーというのは3000円前後という形でかなりリーズナブルになっているので、ちょっと凝った色にしてしまうとどうしても雰囲気としては高い感じには見えにくいかなと思います。その点ブラックですとかホワイトのようなパキッとした色であれば、そこまで安っぽく見えることはないかなと思いますし、非常に僕ら世代でも使いやすいのかなと思っています。今回僕はですねブラックとホワイト結構悩んだんですが、ブラックのパーカーはすでに持っているのと、秋冬の着こなしというのはどうしても暗い色でまとまりがちなので、こういったパキッとした白があるとですねすごくパーツとして使いやすいかなと思ったので、今回はこちらの色を購入しました。まあ見ていただくと分かる通り、結構ですね清潔感のある爽やかな着こなしになるかなというふうに思っています。僕はこのパーカーをどのように合わせるのかというと、内側に着ているのは今回ですねシャツなんですね。見えますかね、首元からもちょっと見えると思うんですが、ストライプ柄のバンドカラーシャツを合わせています。結構僕はですねこのシャツとパーカーの組み合わせが好きなんですね。パーカーというとかなりカジュアルなイメージがあるので、その内側にシャツを覗かせてあげると少し綺麗な印象というところが足されるかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。そしてボトムスに関してはこちらも同じくユニクロのですねスマートアンクルパンツですね。上がパーカーでカジュアルなので、下はスラックスでちょっと綺麗めな要素を足してあげるとバランスがいいかなと思っています。そして色に関しては上は白で明るめにして、ボトムスはブラックで引き締めるというのもすごくバランスがいいので、ぜひ皆さんにも参考にしていただければなと思っています。ただこの着こなしだけだとこれから冬場は寒いので、僕はですねこのパーカーを重ね着の一部として使いたいなと思ってるんですね。このパーカーの上にはロング丈のコートを着ると結構バランスがいいので、この後実際に羽織ってみたいなと思っています。はい、ということで上にですねロング丈のコートを羽織ってみました。上に羽織っているのは今季のユニクロ U のですねロング丈のコートになります。これはですね以前購入したものなんですが、今だとですね結構セール価格になっているので、皆さん今は狙い目だと思うので店頭で見ていただきたいなと思うんですが、このようにですね白のパーカーの上にブラックですとかネイビーですとかダークグレーのような濃い色のコートを着てあげるとすごくバランスがいいかなと思っています。この内側もですね濃い色にしてしまうと着こなし全体がですね結構暗くなってしまうので、僕は差し色としてこの白のパーカーを使ってあげたいなというふうに思っています。白パーカー1枚だとちょっと子供っぽく見えるかなと感じる方も、このように大人っぽいですねコートと合わせていただくと結構バランスがいいかなというふうに思っています。まあ、結構僕はこの着こなしが気に入っていて、今年の冬はですねこのような重ね着を楽しみたいなと思っています。まあ、結構パーカーというのは1枚で着ることもできるんですけども、重ね着次第で様々なスタイルが楽しめるんですね。そう考えると春秋冬と3シーズン活用することができるので、ぜひ皆さんにもですねこのユニクロのパーカーお試しいただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロのですね新しいプルオーバータイプのですねパーカーを皆さんにご紹介をさせていただきました。これはですね今までのユニクロのパーカーとは全く別物なので、ぜひ皆さんにはですね店頭に行ってまずは触って試着をしていただきたいんですね。
かなり衝撃を受けるかなと思います。このようにですね、洋服の素材感って日々アップデートされているので、昨年にはなかったような着心地が良くて機能的なアイテムがどんどんですね発売されるわけですね。おしゃれな服ってどうしても着づらいんだよなというイメージが大人の男性の方にはあるかなと思うんですが、最近は楽しておしゃれなアイテムというのもどんどん増えているので、こういった素材感というところにもですね、ぜひ皆さんトライをしていただきたいなというふうに思っています。僕自身ですね、このプルオーバータイプのパーカーガンガン活用したいなと思っています。ぜひ皆さんコメント欄にもですね、このプルオーバータイプ黒がいいのか白がいいのかですとか、あとはどのような形でコーディネートを楽しみたいのか、どしどし書き込んでいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。